11月22日まで9ヶ月間にわたり、ホーム&アウェー方式、全42試合。前半は右から左に攻める。前半の10分を過ぎたところです。中央に持っていった、クロスバーの上。ここまではコーナーキックは中央かニアというシーンが多かったところですが、ここも中央か、こぼれて高際です。強いシュートにはなりませんでした。キャプテンで、キャプテンです。左足ゴールから離れる、ニアだ。さあ流した、入った、長崎先生。いや、よ、長崎先生、フレイレ、フレイレ、新加入のフレイレが取った。いや、このね、加入後、しかも開幕戦のね、ファーストゴール、非常に嬉しいでしょうね。1点のビハインド。ここはすらしてゴール前、矢野の頭でした。クロスが入ってくる、速いボールだ。ヘディングシュートはゴールの右側、矢野貴章です。ここから離れていくボール、今度は中央、ヘディング、キーパーセーブ。今のは角田です。吉岡です。今日 J2 通算50試合目。クロスが入ってくる、キーボール、キーパー跳ね返す。前半の11人ずつが戻ってきました。後半はエンドが変わります。左エンドが青のユニフォーム、ホームのビファーレン長崎。ただね、今こけずに、頑張りましたよね。さあ亀川ボールを持ってゴール前に入りに入ってきた、シュート、吉岡、キーパー正面、吉岡の左足。まあ今中盤でのね、変わってきた。ハイオンテも182センチあります。さあどうする、すらしてタッシュ、シュートは高木は取った。このチャンスになりそうですね。ハイオンテ後半から入ってきました。反応、ゴール前、ヘディングは決まったか、決まったか、いえ決まってない、ファールですね。ファールです。倒れているのは二見、右サイドから栃木は溝淵、クロスが入ってくる、ゴール前、アリーだ。ヘディングは矢野貴章、これはゴールラインを割っています。岩間から大崎につながった、クロスが入ってくる、流れた、よく触りましたね。今高木場選手良かったですよ。ここで時間をしっかりと使うっていうところでしょうね。畑もそのあたりをよく分かっていて、ボールキープ、さあシュート打ってきた、キーパー正面、川田を抑えた。まあいう時間を作ってくると、非常にやっぱそのチーム内の競争っていうところがね、チーム内のそのレベルアップ活性化にもつながります。さあここで山岡出身の長い笛がありました。試合終了です。1対0、ホームの長崎が